今回は福井鮮市場に4月4日オープンする食堂をご紹介します。それではこちらです。こちらの北亭さんです。こんにちは。いらっしゃいませ。今日はお話を伺いに来ました。よろしくお願いします。北亭の畑中さんにお話をお聞きしました。このお店のおすすめを教えてください。はい、おまかせ定食になってます。その日食べる食材によっていろいろメニューの中を内容を変えていこうと思ってます。はい、その日によっては新鮮なお魚があれば、はい、お刺身が出たり天ぷら定食になる前もあります。はい、あと先ほどちょっと見たんですけれども、とんかつ、カツ丼、ソースカツ丼、すごい、はい、ソースカツ丼もうちは自信を持ってるソースカツ丼にしてあります。ボリュームもありますし、カツが2枚つきます、大きいのはね。あと味噌汁とお漬物、はい、食べ応えあります。その他にはどういったものが。トンテキですね。トンテキはちょっとグラム数が60グラムありますけど2枚ついてます。はい、これは昔ながらの鉄板で焼いて熱いのを切って食べてもらうという感じですね。トンテキ一度食べてみたいですね。美味しそうですよね。こうやったら一番うちの自信作やで、食べてみてもらえるかの。ありがとうございます。では北亭さんおすすめのトンテキ定食いただきます。ジューシーでこのソースがいいですね。ご飯と合います。美味しい。あとこの大きさの豚ロース2枚ついてます。ボリューム満点ですね。うん、うまい。トンテキ定食本当に美味しかったです。ありがとうございます。では最後に一言お願いします。はい、皆様に愛される食堂に2人でしていきたいと思っております。これからもどうぞよろしくお願いします。鮮市場来てください。